はい。皆さん、こんにちは。おなすの誕生日占いへようこそ。はじめに告知です。この度、個人鑑定を始めさせていただきました。ここならというところで、概要欄にリンクを貼っております。恋愛や仕事の悩み、どういったところで起業したらいいのか、この苦しみはあとどれくらい続く可能性があるのか、など、あなたの運気の流れやターニングポイント等を調べるお手伝いをさせていただきます。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ立ち寄ってみてください。お待ちしております。 はい、皆さん、こんにちは。おなすの誕生日占いへようこそ。本日も占っていきましょう。本日はナンバーアイの神宮寺雄太さんを占っていきたいと思います。神宮寺さんは1997年10月30日生まれですね。はい、じゃ性格面を見ていきますと、表向きは真面目タイプで。それ以外には表現の星、おっとりな星、コミュニケーションの星があるというタイプですね。 でナンバーアイの中では比較的バランスが取れた名式になっているかなという印象ですね。でとても真面目で気さくなタイプということがわかりますので多くの人から愛されながら出世をしていくタイプということがわかります。でさらには表現の星もしっかりとありますのでダンスや歌など表現がとてもうまいタイプということも考えられますね。 神宮寺さんが求める配偶者像は表現力がありスラッとした背の高いタイプを好きになる傾向にあると思いますで現在の運勢ですが現在は真冬の時期の最終年後半に入ってきているということが考えられます徐々に徐々に明るい兆しが見え始めている段階に来ておりますので神宮寺さん本人からすると早く動き出したいという焦り等はまだ禁物ですが 来年以降は徐々に動き出していい段階に来ますのでもうしばらく準備をしっかりとしていくようにした方がいいタイミングということがわかりますね。で大きな運勢で見ますと現在は精神的にも落ち着きを取り戻すような運勢の中におります。 運勢の中におります。自ら動き出すというよりかは、周りがこうするから、じゃあ自分もそうしていこうという流れで運勢を切り開いていけるような時期でもありますので、何をしていてもお金やご飯等に不安にならなくてもいいような運勢の中にいるということが考えられます。今後も頑張っていってほしいです,、ね、で,ですね。今後も占っていきたいと思います。この動画が良かったなと思う方は、チャンネル登録、 グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた。